どうも、速稼塾の久保です。吉田さん、7つの会議ご覧になったんですね。私ね、7つの会議は映画館で見たんですよ。そして Amazon で有料の時も見ました。そして最近また無料になりましたよね。そして3、4日前に見てるんですよ。いや、これ面白いですね。やっぱりこの手のね、サラリーマンものって私好きなんですよ。あと空飛ぶタイヤも中村徹バージョンと永瀬、なんとかバージョンとね、 TOKIO の両方見ましたけども、やっぱサラリーマンってかっこいいなっていうのがここで私強く感じましたね。でサラリーマンってずるいなっていうのも感じました、うん、これね、2つの意味があるのはどういうことかっていうと、組織っていうのは一人ではできないんですよ。いかにね、トップダウンとは言っても社長とか経営者がガーンと一人で何かができるわけではなくて、それに加担する幹部とか社員がいなければならないんですよね。でそういうふうな形でみんながね、悪に加担している、良くないことに加担しているってものに対して、やっぱこう正義を貫くと言いますかね、倫理を貫く人がいるわけなんですよね。で組織の中で一人だけ正義を謳っていると、どちらかというと大勢の人が不正をやっていればそっちが正義になってしまうんですよね。で正義を貫いて、じゃあ何が残るかっていうと、会社が倒産したりとかね、で内部情報が明らかになってもうニッチもサッチもいかなくなったりとかっていうことになるんですよ。そうなると、極めて考えたくないことですけども、一部の顧客に迷惑がかかっていることを目をつぶって、大筋を生かすみたいな判断にもなってくるんですよね。で7つの会議っていうのは結局いろんな人がですね、不正を見て見ぬふり、隠蔽、それを繰り返して、もう何と言いますかね、押し付け合いになってるんですよね。押し付け合いになって最後に御前様のところに出て、一番偉い人、会長かなんかのところにね、社長かな、会長かな、会長のところに、いや、こんなことが分かったんですよ、ドーンってやったら、会長も、いや、けしからんな、お前らって怒りながらも、でも最終的な責任は自分にあるわけですから、これはまあ隠蔽しようかなってことになっちゃうというね。だから一つの部門での起きた隠蔽っていうのがあまりにも影響が大きすぎたり、リコールとかっていうやつですね。で、2000億の損失が出るみたいなリコール隠しになってくると、それを上長もそうしなくてはならないし、さらに上司もそうせねばならないしって形で、やっぱり現場で起きた小さな不正っていうのを見逃すと、組織の不正になっていくってことなんだろうなと思うんですよ。でその点ね、やっぱりスモールビジネスやってる私たちはね、ちょっと違うかなと思ったらすぐに修正できることによって、どちらかというとね、道を歩まず踏み外さずに済むんじゃないかなと思いますよね。さあでもね、7つの会議どうでしょうね。社内でドーナツを販売してるところはね、唯一私もねすごく好きなところなんですけども、まあでもね、自分がサラリーマンだったらっていうふうに考えながら見てしまいましたね。やっぱり私がサラリーマンだったら、ああやったね、資格紙面でいくのか、それとも自分の側を通していくのか、様々ですけども、こういった言葉があるんですよ。新人の頃は正義を貫いたら昇進すると、そして上司になっていったら、幹部になっていったら、不正に目をつぶるからさらに昇進するというね、このパラドックスですか。ガンダムっていうね、アニメの中でもちょっと語られていたんですけども、士官がね、下級士官が登っていこうとすると、やっぱりね、正しいとされていることをこなすと認められるらしいんですよね。不正にもう加担せずに正しいことだけをやって、常に、組織とか軍旗のために働く人がすごくね、取り立てられるのが下士官だそうなんですよ。でも上級士官になってくるとどういうことかっていうと、その規則の中でも個人的な裁量で、まあこれはいいじゃないかみたいな例外を作り出す人の方がなんかもてはやされるそうなんですよね。なかなか組織ってのはうまくいかないもんですよね。さあ今回の動画のまとめになりますけども、なんでね、会社に不正が起きるのかってことなんですけども、これは私はね、社員に責任があると思うんですよ。例えばね、オーバーワークって問題がありますよね。これひどいこと言うような感じですけども、ちょっと聞いていただきたいんですけども、オーバーワークっていうのは勤務時間が8時間なり10時間とかね、決められてますけども、不当な残業時間をね、100時間とか200時間重ねるっていうことがありますよね。でこれ誰に責任があるのかなって、私はひとえに社員だと思うんですよ。社員さんが要するに労働基準法を無視して決められた時間以上に働いてしまう社員さん、これ社員さんが法を犯してると思うんですよ。会社は自主的な労働とみなすという形でね、
口頭での命令はあるのかもしれませんけども、やっぱりその残業っていうのは形式上ね、残業命令簿というものが発行されて、それに印鑑が押された時に初めて残業の指示があったという証拠になるんですよね。でも残業命令簿がないのに、タイムカードだけもうなんかすごく長くね打っていたっていうのは、これは自主的労働とみなされるのか、もしくはタイムカードの打ち間違いというふうにみなされるんですよね。そう考えると、やっぱ私たちは知らず知らずのうちに組織を守るためにね、自分が不正に加担しているってこともあるのかなと思うんですよ。でこれがなんでこういうことを言うかっていうと、例えばね、自主的な労働とか残業命令簿のない仕事を、自分が我慢すればいいやと思ってやっているじゃないですか。そしたらそこに入ってきた新入社員や後輩社員ってどう思うかってことなんですよ。あれ、先輩社員も上司も、なんかオーバーワークしてるなと、自分もそういうふうにしなくちゃいけないのかな、自分だけがね八角さんじゃないですけども居眠りしてちゃいけないのかな、定時で帰っちゃいけないのかな、有給休暇取っちゃいけないのかなっていうふうになるわけですよ。どちらかというと上司とか先輩っていうのは率先して有給休暇を取ったりとか、連休の申請を出すとかね、それから定時になったら上がるとか、こういうことで見本を見せてあげないと、後輩はいわゆる決まりを破ること、オーバーワークをすること、これを学んでいってしまうんじゃないかなと思うんですよね。そういうことを考えながら7つの会議見ていましたけども、一体どれがね7つ目の会議だったのかなと、よくわかんないですね。7つの会議っていうのは7個会議があったんですかね、あのドラマではね、ちょっと私記憶にないんですけども、あったのかもしれませんね。さあ、インターネットを使ったビジネス、7つの会議どころではありません。毎日会議ですよ。そしてですね、不正があるのかないのか本当にわかりませんね。どちらかというと私はね、インターネットビジネスの世界の不正っていうのは、なんかバキューン、マトリックスアフィレットだと思うんですよ。コンテンツ売って講義の途中で逃げるというね、すごいですね。もうね、マトリックスアフィレートほど鮮やかなね詐欺はなかったんじゃないかなと。もうね、メタ流星聞いてるかと。もうどうなってんだマトリックスアフィレート、逃げるなっつーの。何がランボルギーニ社長だっつーの。全てのアカウントを消して別のアカウントで YouTube やってたんで、 YouTube に書き込みに行ってやったら、そのアカウントも消えましたよ。ということでね、インチキをするとこうやってね、もうどこにも出ていけない、 Facebook もできない、 Twitter もできないみたいになっちゃうんですよ。いやー、やれやれですね。はい、マトリックスアフィリエイトいかがでしょうか。それでは行ってらっしゃい。